谷口直美は東京都出身の元オートバイレーサー。日本人として初めてロードレース世界選手権で入賞してポイントを獲得したライダーである。名前については直美とする資料もあるが本人自筆は直美である。本田総一郎がマンシマ TT レースに出場して優勝するという、いわゆる TT 宣言を内外に発表した1954年に本田に入社。 シャインライダーとしてオートバイの開発に携わり、その技量や分析能力が高く評価されていた。この時期はシャインライダーの仕事として映画のスタント出演などもこなしていた。そして1955年に北軽井沢の行動で開催された第1回、浅間火山レースに出場し、250cc クラスで2位に入る。 浅間高原自動車テストコースに舞台を移した1957年の第2回浅間火山レースでは 350cc クラスで3位、250cc クラスでは6位となった。1958年の暮れ、ホンダは翌年6月のマンシマ TT レースに出場することを決定し、谷口はその遠征メンバーに選抜された。そして1959年5月、 レースの1ヶ月前にホンダチームは、満島に乗り込んで練習を開始した。ホンダはこのレースのために、DOHC にバルブ2機等の RC141 を1000便で送っていたが、現地のコースで走行を始めると、RC141 では、他のヨーロッパ製のマシンには全く立ち打ちできないことが、分かった。チーム監督の川島清は、レース直前に現地で、 手荷物で持ち込んだ4バルブヘッドに交換することを決め、こうして3台の RC141 が4バルブの RC142 へと改造された。谷口は3台の RC142 のうちの1台を買ってクリップスコースを実習する全長 173.6km のレースを1時間34分48秒で走り切り平均速度時速 109.9km の6位で ゴールして6位までに与えられるシルバーレプリカとロードレース世界選手権の一戦としての選手権ポイント1点を獲得した。これがロードレース世界選手権で日本人と日本製のマシンが獲得した初めてのポイントである。谷口以外の日本人、ライダー3人も全員が完走し、ホンダはチーム賞を受賞した。谷口はホンダにとっては満島、 TT の外線レースとなった8月の第3回浅間火山レースにも RC142 で出場したが、この時は一時トップを走りながらも転倒して、リタイアに終わった。1959年の満島で入賞した時のマシン、ホンダ RC142 翌1960年から、ホンダは本格的なロードレース世界選手権シリーズへの参戦を開始する。 この年のホンダの参戦体制はシーズンの前半と後半でそれぞれ別の編成のチームを送り込むというもので谷口は開幕戦の満島を含む前半戦を戦う第一陣のメンバーだった 125cc クラスに加えて 250cc クラスにも出場した谷口は満島で和両クラスで前年と同じく6位入賞を果たしてポイントを獲得したしかし続く ダッチ TT でのクラッシュで負傷し、戦列を離れることになった。この年は、ホンダの初めての外国人契約ライダーであったトム・フィリスが、谷口と同じくダッチ TT で負傷し、ドイツ GP では、ボブ・ブラウンが、事故し、そのドイツ GP でホンダに発表招待をもたらした、田中健次郎は、アルスター GP で品種の重傷を負うという、ホンダにとってはアクシデントに見舞われ続けたシーズンでも、 あった。1961年も谷口はすでに常連となっていたマンシマ TT に出場した。125cc クラスにホンダは馬力を上げた新型マシンを用意し、これまでマンシマで高成績を上げていた谷口に新型に乗るか旧型に乗るかの選択権を与えた。新型を選んだ谷口だったが、決勝レースでは3周目にブレーキトラブルが発生して、 感想はしたもののポイント圏外の8位に終わり、レースは谷口が選ばなかった旧型マシンに乗るマイク・ヘールウッドが優勝した。一方 250cc クラスでは5位に入賞し、ホンダの1から5位得点に貢献した。この年は最終戦のアルゼンチン GP にも出場し、125cc クラスで5位入賞を果たしている。1962年11月、 完成したばかりの鈴鹿サーキットの落としとして、第1回全日本ロードレース選手権大会が開催され、ノンタイトルレースながら、ヨーロッパから招待されたホンダや鈴木のグランプリライダーたちが走る中、谷口は 50cc クラスで5位、125cc クラスでは3位となって、日本人として、ただ一人表彰台に上る活躍を見せた。日本 GP は、 翌1963年には世界選手権に組み込まれて最終戦として開催されたが、谷口はこの年は 50cc クラスで9位に終わった。1964年の満島では 50cc クラスで6位に入賞し、日本 GP では 50cc クラスで3位となった谷口だったが、この年の日本 GP の 50cc クラスは選手権のポイント対象外のレースだった。 この頃にはホンダをはじめとする日本のメーカーのレース活動は、社内ライダーが開発したマシンに優秀な外国人ライダーを乗せるという構図となっており、谷口自身のグランプリでの記録は1965年の日本 GP における 50cc クラスでの8位が最後となった。そして、ホンダは1967年をもってグランプリからの撤退を決め、谷口はこれを機に、 ホンダを退社する。そして同年のシンガポール GP に、川崎の 350cc で優勝したのを最後に、ロードレースから引退した。引退後は、横浜市でレストランを開業する一方、オートバイのインストラクターを務めたりイベントで、デモ走行を行うなど、ロードレースにも関わり続けている。1998年、万島優勢公社が、 ホンダ創立50周年を記念した記念切手を発売し、1959年のマシ島 TT で RC142 をライディングする谷口の姿が43ペンス切手の図案に採用された。日本人がマシ島記念切手のモデルとなったのは谷口が初めてのことだった。2009年にもホンダのマジ島初出場から50周年を記念した切手が発売され、 再び谷口が32ペンス切手のモデルとなっている。また、2009年のホンダ GP3050 周年、記念活動の一つとして、RC142 復元プロジェクトが進められ、当時の図面や写真などをもとに万島発出場時に、谷口が買ったマシンである RC142 が3年がかりで復元された。復元された RC142 は、宮城光氏の手によって、 シェイクダウンされた。また、谷口は50年ぶりに完成した RC142 でテスト走行を行い、同年ツインリンクも手にで行われたモートジッピー日本グランプリにてホンダ WGP3050 周年記念デモンストレーション走行を復元された RC142 で NSR500 に乗ったフレディスペンサーと共に行っている。 1950年から1968年までのポイントシステム1964年の日本 GP は 50cc クラスはポイント対象外。ありがとうございます。